さんこんばんは。スナックフルールともチャンネル、ともちゃんママです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。そして今日も一日お疲れ様でした。さて今日はですね、昔から言われている食べてすぐ寝ると牛になるぞっていうののお話をしたいかと思います。よくお昼のお仕事をされていて、お昼ご飯食べた後って眠くなったりしませんか？その眠くなるのは何でかっていうと、食べたでんぷんとかを糖に変えるのにちょっとね、キャパオーバーで、もうそのでんぷんを糖に変えるのがすごく大変な仕事みたいでですね、眠くなるのはちょっと気絶してそうなんですよ。大変すぎて、でちょっと眠いなって思うのは、その胃の方にそのカロリーが集中しているから、なんかそうやって眠く感じてしまうみたいです。でその昔から言われてる食べた後すぐに寝ると死んだぞみたいな、まあ、きっとそういう人が怠け者っていうことを言いたくて、そんな慣用句みたいなのがあるんだと思うんですけど、本当は食べた後に食休みというか、少しこう体を休めた方が本当は体にはいいみたいです。でも人間の体って本当にすごいなと思う。いませんか？だってさ、白いご飯を食べて、まあ、変な話、その栄養をこう体が吸収してですね、次の日には出ていくっていう、このシステムがこの体の中でできてるってすごくないですか？いつもすごいなって思う。でしかもよくなんかビタミン C とか、じゃあ100体の中で必要で200入ってきた時に、その100は吸収して100は出すじゃないですか。でそれをね、100取り入れよう、あこれビタミン C だ、この頭の中でちっちゃい私が、あこれビタミン C だ、取っとかなきゃって指令を出して、それを吸収して、その必要なところに持っていくっていう、そのシステムってすげえって本当にいつも思っちゃいません？でしかもさ、こうやって吸収してさ、こうやってね、なんかすいません、妄想妄想話してるそう、今最初の本題から言うと、食べてすぐ本当は休んだ方がいいよっていうお話なんですけど、ちょっと私の妄想が過ぎましてよく分かんなくなっちゃったけど今日は、ここまでにしますさあ今日も一日、どんな一日でしたでしょうか？明日も大変だと思いますが、頑張ってください。少し早いですが、おやすみなさい。また明日ね。